これから株式会社トライアン総合の紹介を始めます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはじめに会社のメイン業務と会社の強みを教えてください。はい、私どもは精密板金の部品を大品種少量で作る会社です。約20名で月間2500品目ぐらいの加工をやっております。そのうちの 20% から 25% ぐらいが新規の試作品ということで、約30年以上試作の加工をやってきている会社です。ありがとうございます。今回の展示会での一押しの出展製品を教えてください。はい、そちらにありますが、成功者さんの悠久という板金の塊のような時計を出展しております。約17年前に開発して、それからずっと販売を続けている時計なんですが、定価が480万ということで非常に高価な時計なんですけれども、私どもの部品で 95% ぐらいは構成されている時計になります。仕上げと精度と全部要求された素晴らしい出来上がりになっておりますので、ぜひご覧いただければと思います。ありがとうございます。他社製品と比較した時の強みを教えてください。はい、私ども簡易型を使って精度よく絞り加工をやることができます。絞った後っていうのは応力が発生して歪み等が発生するんですが、それを出さずに平面度を確保しながら加工することができます。それから微細加工もしくは機械加工と板金加工の複合加工というようなところを、この5年ほどずっとテーマとして他社と差別化を図るために力を入れています。ありがとうございます。最後に一言メッセージをお願いします。はい、私ども試作品に関して非常に高精度のものを作ることができると自負しております。さまざまな作れるもんならちょっと作ってみろよぐらいのものを展示させていただいてますので、ぜひご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。以上で株式会社トライアン総合の紹介を終わります。